どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレッドです。今回はシーズン3でも対物は必要、対物を使う理由をまとめてみたとなります。トライストリンガーを使っていると対物のギアをつける人は多いかなと思います。ですが何のためにつけているかという感じですよね。活躍するシーンというのはそこまでないように感じますし、人によっては恩恵を受けにくいのかなと思ったりもします。そこで今回はシーズン3に変わっても対物ギアをつける必要があるのかまとめていきたいと思います。環境変わったらいらないんじゃないかという意見もあると思いますので、改めて用途を確認したいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずシーズン2で対物をつけた理由をおさらいしていきたいと思います。これは単純に環境の変化に合わせてですね。シーズン2ではモミジシューターが導入されたことから、トービードとホップスナーをよく見る機会が増えました。また X マッチの導入によりミラー武器でバレルスピアーと枠が一緒になったこともあり、さらに遭遇率がアップしています。このことから環境的にホップソナーと何かと遭遇する確率が高いため、対物で無効化するためにつけたものとなります。またモミジに合わせて若葉も流行りましたので、グレートバリアも増加したんですよね。さらにカニタンク時代も合わさってきます。何かと対物が乗って破壊がしやすいスペシャルが蔓延していました。このこともあり、対物をつけてスペシャルを無効化するために必須級でギアを装着していたような流れとなります。まあ、効果としてフルチャージ一発分は大きく変わりますからね。ないよりもつけてた方が味方のためにも対策がしやすいという一面があります。ではタイトル回収に行きたいと思いますが、シーズン3でも必要だと思います。というかつけときたいですね。理由に関しては、現環境、ミラーマッチ、スウェ対策の3つの観点を見たときにつけてて損がないからです。詳しくはこの後それぞれで話していきますが、環境の変化といっても環境武器の選択が増えただけなので、実はそこまでないんじゃないかという予想をしてます。スペア武器で見た時にシーズン2と3ではそこまで大きな差がないという感じです。またトライストリンガー自体の攻撃力の変化もありませんし、いじる必要性がそこまで感じません。実際に X マッチはバンカラをしましたが、確かにクロガロンとロラクロアはまあ増えたなっていう感じです。いない試合も逆に多くあります。でシーズンの切り替わりで、まあ、武器が一時的に増えていることを考えると、変化は少ないのではと思ってますね。その点を考慮した時に、ホップソナー、カニタンク、グレートバリア、デコイチラシの対策として持っておきたいという感じです。まあシャプマに弱体が入りまくって人口が減れば考えますが、十分強いままなので使用率も変わらないなというものがありますね。それでは現在の環境武器を予想していきたいと思います。現環境としてはこんな感じかなと思います。以前の環境にクロガロンとチャーコラなど新武器が増えたという感じです。遭遇率もありますが、ルール関与が強い武器が増えたなと思います。環境的には切り力が高い武器がさらに増えたなという感じですが、何よりルール関与を強制的にできることかなと思います。悪い意味でゴリ押しができる環境になりつつある感じがしますね。弓にとってはかなり大問題です。では対物をつけた視点で見ていきたいと思いますが、この中で有効なのはシャプマ、リッター、バレルくらいになります。カニタンクとホップソナーですね。未だに遭遇しやすい武器ですが、この武器はメインの強さもありますが、スペももちろん強力です。メインとスペを組み合わされると自分だけでなく味方にも影響を及ぼす可能性がありますので、対処は早い方がいいなと思います。そのことを考えると、対物をつけて少しでも早くスペシャルを抑え込める方が何かと有利な気がするんですよね。射程外からスペシャルの対策をできるのは相手からしたら厄介ですからね。ほったらかしにするよりかはいいと思います。ミラーマッチ的にも変化がなかったことは対物をつけておく理由にもなります。ミラー武器は以前と同じ4種類ですからね。
その中でもバレルが混ざっていることもあり、遭遇率は高くなっています。環境的にも強い武器ですからね。マッチングにおいてバレルスピナーが来る確率が高いと考えると、対物を所持しておいた方が有利になります。単純にフルチャージ一発で壊すことが可能なので、ほぼ無効化できるんですよね。敵のポジション的にも見える位置にいることが多いので、発動のタイミングで壊すことも可能になります。もちろん編成的に引けるのは4分の1ですが、使用率を考えると対物をつけていてもいいのではと思います。他の3枠でシャップマとかリッター来ないとは絶対に言えないですからね。対物をつける理由としては、途中でも話しましたが、スペ対策の強化になります。あるとないでは大きく変わります。対策となるスペはホップソナー、カニタンク、グレートバリア、デコイチラシの4つですね。どれも大物を乗せて破壊効率が上がるものになります。イメージとしてはフルチャージ1発分くらい変わるなーっていうところですね。ただデコイチラシに関しては連射打ちで破壊が可能になります。より多くのデカイを破壊することが可能になるわけですね。通常だと半茶1発となります。スペシャルによる対応の手間が全体的に減るっていうのが一番のメリットです。押し込まれるようなシーンで特に力を発揮できます。まあ、もちろんこちらも生存しながら破壊することが要求されますが、発動時間を抑えれればそれだけチームを有利に働かせるということができます。スペの耐久値があるものってそれだけで強力で、時間も長いですからね。早く終了する分には助かると思います。発動時間が長くなればなるほど生存率は下がってきます。後衛として試合をコントロールする上ではいいギアかと思います。対物ギアに関してですが、つけていた方が恩恵はあるかなと思います。ですがなくてもいいのかなと思う時も正直あります。それはトリプルトルネードやナイス玉といったスペを持った武器が増えてきているからです。この辺りのスペシャルを所持した武器が増えたこともあり、対物を発揮することが少なくなってきてるんですよね。ポップソナーは2発で壊すことが可能ではありますからね。生存しながら当てれる人は必要性がないように感じるかもしれないです。またミラーマッチでバレルと当たるとは言いましたが、それは1枠分だけの話になります。その他の3枠は環境武器などに影響されていますので、遭遇率を考慮すると、まあ、以前ほど遭遇はしないかなと思いますね。なので現環境武器の対策にしてもいいのかなと思います。まあ、替え時と言ってもいいかもしれないですね。このあたりのことを考えると、スペシャルから逃げることを想定して、まあ、イカ速などの機動力に変えてみたりするのもありかなと思います。とにかくメインが1枠空きますので、より自由度がある構成ができそうで、それはそれで楽しそうというのがありますね。環境もまだまだ変化途中なので、あえてなくすというのも今後はありそうな気はしています。はい、ということで今回はここまでとなります。シーズン3でも対物は必要、対物を使う理由をまとめてみたはいかがでしたでしょうか。改めて対物を使う理由を考えてみると面白いですよね。環境の変化が大きいのもありますが、悩むところとなります。今後の武器遭遇率によっては変更もありかなと思えるギアではあるので、今一度検証してもらえるといいかと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。